行く。モカにありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。じゃあ。さて、セーブマートまで女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいだ、ね、バカみたい。それがパパのいいところさ。くそ、鍵はどこにいんだ。汚い言葉1ドル罰金。罰金じゃなくて大学資金な。鍵は。くそ、鍵はどこにいんだ。もう1ドル罰金。破産させる機会。発見。こんなところにいたのか。鍵を閉めといてくれよ。仲良く遊んで家を壊さないように。あとワインの試飲会は。ダメだぞ。まだ悪夢は続くの。君をモデルにレトログランジというシリーズを撮りたい。君にはレイチェルと同じ良さがある。マックスとは大違いだ。マックスはガキだから。同感だよ。しかもおしゃべりが過ぎて困る。意識だけ無駄に高いしね。学校でも嫌われてたよ。本当のスターは君だ。ウォーレンはてっきりマックスが好きなのかと。だってあいつキスすらもったいつけやがってさ。私はキスされたけどね。マジでキモかった。じゃあ今度は僕が君にキスする番だね。お前みたいなイケてる女がなんでマックスなんかと。暇つぶしだ。パシリにもちょうどいいしな。確かにな。部屋にいいもんあるけどどうだ。見ろよ、マックスが覗いてやがる。写真だったらいくらでも撮るよ。踊りってのはこうすんだよ。ダサいマックスには無理か。ビクトリア、あんた大人だな。マックスとは大違いだ。あなたのタトゥー、すっごくセンスいいと思う。もっと早く一緒になってればよかった。せっかくの力も使いこなせなきゃ意味ないだろう。レイチェルの代わりにマックス、あんたが死ねばよかったんだ。なんでアルカディアベイに戻ってきた。いい迷惑だよ。暗証番号はこれで最後にしてほしい。壁一面に数字が。正しい番号はどうやって探せばいいの。暗証番号はこれで最後にしてほしい。
鏡に数字が映ってない。どうして？マックス、殺さないで。もうダンスもできないんだね。カリフォルニア友達だけの関係でもよかったんだ。当然に思ってきたのに。でも君は友達とは一緒に立派な早朝だったと思う。私だけでよかったのに。あなた誰なの？見てわかるでしょ。私はあなた、置き去りにされたマックスの中の一人。お願い、ここから出して。何、助けてほしいの？時空を自在に操って過去も人も全て思い通りにできるんでしょ。こんなの望んで手に入れた力じゃない。どんなに取り繕っても、あなたの行動がたくさんの死を生み出したことは事実。マドセンがジェファソンを殺したのもそう。最低だね。本当の人殺しはあなただよ。違う、あれは正当防衛だよ。人殺しの指図なんてしてない。それでも殺人は殺人だよ。あなたは私を傷つけたいだけでしょ。むしろあなたの偽善でどれだけの人が傷ついたと思ってるの？黙って、私のせいじゃない。いいの、そんな偉そうな口聞いて。結局責任から逃げてばっかなんだ。そっか、わかった。時空をめちゃくちゃにしたのは全部クロエのためってわけか。あんな不良のためにね。当たり前でしょ、親友なんだから。その親友が辛かった時に5年間も連絡取らなかったのはどこの誰だっけ？だからってクロエが大切なことには変わりない。誘拐犯に共感しちゃう被害者と同じ心理だね。説明してもわからない人は痛い目見るしかないか。レイチェルみたいにね。無駄だよ、あなたなんか怖くないから。このままじゃジェファソンに殺される前にクロエに殺されるよ。クロエは私たちのこと都合のいい道具としか思ってないんだから。ほんとバカだよね。私、あなたと同じ名前なのが恥ずかしいよ。クロエはそのうち全てを。あら、噂をすれば。いい加減にしろよ。お前と違ってこっちのマックスは全てを体験してんだ。私とマックスがいる世界が現実なんだよ。5年経っても相変わらずだな。本当、会えて嬉しいよ。決まりだな。じゃあ飛ばすよ。確か先月誕生日だったよな。死んだパパの仮面。この曲上がるな。恥ずかしがんなって踊れ。でも今日は助けてくれたじゃないか。未だに信じられないよ。こうしてまた会えたのはきっと力のことを教えてくれよ。やばいよ。さて別荘へようこそ。いいとこだろ。大半また助かった。すげえ、マジで命の恩人だよ。命の、ついに犯罪者の仲間入りだね。誰が犯罪者？マックス、ちょっとこれ見てみろよ。違う、ほら。せーの。うわ、カワウソ発見。
そうしようか。水から出たら凍えるかも。笑って。せーの。ほらやってみて、キス。マジで、マジでや。こいつだったらどこにでも行けるな。海沿いをビッグサーの方まで行ったら最高だぜ。わかってる。ただの夢さ。レイチェルがフランクにこんな写真を撮らせてたなんて。ラブ。それは私が決めるの。約束したでしょ。うちのパパがイケてるパパでよかった。なんかちょっと不思議な感じだね。うん。でも、これいい写真だね。か、クロエ、よかった。ケイトだけじゃない。他に。レイチェル、嘘だ、嘘だ、信じない。クロエ、頑張れ、あと少しだ、少しだ。マックス、マックス、カリ、大丈夫、大丈夫、助かるぞ。この嵐は私が招いたんだ。全部私のせい。時間を巻き戻して運命を変えてるうちに、いろんなものの未来が変化してる。私のせいで町の人たちが死んじゃう。そんなの気にすんな。好きで力を手に入れたわけじゃないのに、それを使って私を助けてくれた。レイチェルはダメだったけど、でもその力のおかげで見つけることはできた。マクシン・コールフィールドは私のヒーローだよ。写真もすごく昔のことに思える。そいつを使えば、それを撮った時点まで全部元通りにできるんだろう。私の運命も最初の通りに。だからダメ、そんなのダメだよ。クロエだけは絶対守るって決めたんだから。マックスはこれまでに私を何度も救ってくれた。こんな身勝手な人間をさ。ママだって私のためにたくさんのものを犠牲にしてくれた。なのにこの嵐で死んじゃうなんてクソエ。デイビッド、ママが死んだらすげえ悲しむよ。この町には私より生きる価値のある人がたくさんいるんだ。やめて。クロエを犠牲になんかしない。犠牲とかじゃない。マックスはきっと避けられない運命を送らせてただけなんだ。私が何度も死んだり死にかけたりしたのも、町がおかしくなったのも、マックスが女子トイレで私を助けたから。そろそろ自分の、私たちの運命を受け入れるべきなんだよ、クロエ。マックスとこうしてまた会えて、親友として大事にしてもらってさ。